ユルゲン・クリンスマン。間違いなく90年代を代表するプレイヤーの一人に数えられるだろう。特にドイツ代表での実績は素晴らしく、ワールドカップに3回出場し合計11ゴールを記録。そのプレースタイルは単なるセンターフォワードというだけではなく、スピードはもちろん、ゴールを奪う上で必要な条件の全てを兼ね備えていた。母国ドイツでキャリアをスタートさせた彼はブンデスリーガ得点王に輝き注目を集める。さらに88年欧州選手権で実力を証明した後、インテルに加入。マテウス、ブレーメと共にドイツトリオを形成し、イタリア中に強いインパクトを与えた。結局タイトルはウェファーカップ獲得だけにとどまったが、アクロバティックなシュート、そして鮮やかなゴールでサンシーロに数々の名シーンを刻み込んだ。インテル退団後はヨーロッパ各国を渡り歩き、トップレベルで活躍。そしてキャリアの終盤、サンプドリアでセリエ A に復帰したが、チームに馴染むことなくイタリアを後にした。ドイツが誇る世界屈指のストライカークリンスマン、金髪をなびかせて疾走するその姿に思いを馳せるファンは多い。